琉球列島前国民政府庁舎琉球住民とは、米国世政権下の沖縄日本籍を置いていた日本国民のことである琉球人と表現することもあった。琉球政府商店第3条には琉球住民とは琉球の戸籍簿にその出生及び氏名の記載をされている自然人を言うと規定していた。ここで言う琉球の戸籍簿とは 琉球政府の管轄下にある戸籍簿のことである。当初は沖縄県及び鹿児島県大島軍の戸籍簿が琉球政府の管轄下にあったが、奄美軍島の日本本土復帰後は沖縄県の戸籍簿のみが該当した。出生及び氏名の記載をされているとは本籍として記載されているということであり、琉球政府管轄下の地域に居住しているかどうかとは無関係である。 外国人及び琉球政府の管轄外に本籍を有する日本国民は琉球住民とは見なされず琉球に居住し成人していても琉球での賛成権を得られなかった。なお、日本の戸籍制度では日本国内であれば本籍はどこに置いても良いことになっているが琉球に移すためには琉球列島前国民政府の許可が必要で帰化申請並みの手続きを要した。 1972年の沖縄返還に伴い、琉球住民という概念も消滅した。なお、国際法上琉球住民の国籍は、アメリカ世政権下の小笠原諸島の欧米系島民と同様に、日本のままであった。日本本土において、公民権の共有などで制限されることはなく、琉球住民の太田政策や佐と積もる千代は、 復帰前の1965年に実施された第7回参議院、議員通常選挙に出馬している。ありがとうございます。